恩人か。そなたは世を王として信奉してくれるか。さすればそなたの生涯の栄光を約束しよう。帰ったのならきちんと休むがよい。そなたをつけていたぶしつけなものならすでに処理した。あの小わっぱ、いや頭が痛くなるような物事を思い出してしまっただけのこと。消え失せ。すまない、心配をかけたようだな。すまない、恩人。しばらく一人にさせてはくれぬか。恩人。いつからそこに。驚かせてしまったな。そなたが願うのなら、要はそなたが信奉している王として、そなたのすべての期待に応えよう。恩人、頼む、見るな。口を開け。どうだ、おいしいだろう。貝柱と車エビの小わっぱども、いずれお灸を据えてやろう。落ち神、怪物、食霊、妖怪、果ては同じ人につくのであろう。唯一異なる点があるとすれば、我々は後世に何か残せるというだけのこと。お、解決できないことがあるなら世に直接言えばよい。なぜ王者は尊大で身の程知らずであるべきだと思うのか。誰にかようなことを吹き込まれた。たとえそれがどれほど険しく苦いものであろうと、それは王者として背負うべき責任である。他者より王と呼ばれておるのなら、その者たちに報いなければならない。そうであろう。そなたが望むものは何でもあげよう。だけれど、もしその日が来たら躊躇はするな。誰にもそなたを傷つけさせたくない。洋服ね。ゆえに約束してほしい。もしその日が来たら、その手で世を殺すとよい。世はそなたの手で死にたい。たまになら、そなたはその立場を使い、世にわがままを言ってもよいではないか。世と共に竜宮城に戻る気はないか。この青が世を完全に覆う日が来ても、そなたには今の世の姿を覚えていてほしい。恩師がいないのなら少しは休んでもよいか。恩師、調子に乗るのはほどほどに。世の最後か。欲しいものをねだるために食べ物を貢いでいるのか。こわばるな。からかっただけだ。おいしい、感謝する。